アドル・クリスティン、先ほどの手袋を使えば登れるかもしれません。せっ！よいしょ。大した手袋だぜ。これで行ける場所も増えそうだな。
何かあるぞ。これは絶景だな。あの声はパロのやつか。よかった、戻ってきてくれたか。一体何があったのです。ああ、それがな、落ち着いて聞いてほしいんだな。どうやらこの漂流村が獣の群れに取り囲まれたみてえだ。獣の群れ。パロが言ってた通りってことか。最近どうも獣たちが殺気立っていると思っちゃいたが、とにかく詳しいことはバルバロスの旦那と話すとしようぜ。
前にここを死守するぞ。ロズウェルの名にかけて。おうよ、悪いがここはわしらの根城だ。やれやれ、いつでも行けるか。突撃！
疲れさん。上出来ですね。お見事です。これもわしのおかげである。おお、お見事です。よいしょ。おや、何かありますね。よいしょ。
よいしょ。お、お、行けんじまった。サハド、こんな場所であなたという人は。すまんすまん。一体なぜ私がこのような目に遭うのでしょう。
取れ。